今うちにいるオカメの中で一番ちっちゃいヒナです。まだ完全に生え育ってないです。今毛がどんどん出てきて、もうあと1週間か10日で全部生えると思いますね。この小桜がもう気に入ってですね、毎日みたいにあの段ボール箱に入り込もうとしてます。吐き戻しやって餌をこうやろうとしてるんですけどね、せっかく生えてきてる毛を抜かれないように注意はしてます。ちょっとおせっかい気味ですね、この小桜は。この小桜はね、生後2ヶ月ぐらいですね。写真も少し食べますけど、まあほぼ一人餌になってます。さっきも店に連れて行ってたんですけど、お客さんの背中に飛び乗って遊んでましたよ。お客さんによってね、飛びつくのと飛びつかない人とか、これはね、本当わからないですね。鳥がそういうなんか感覚を持ってるみたいですね。いきなり飛びつくのとしばらくかかってやっと飛びついていくのと全く飛びつかない、そういうのもいますね。鳥によって違います。